来てるよ。ごめんね、こんなとこっちね。うん、そうです。まもなく。はーい。はい。じゃあ最初は2人で。はい。こっちね。はい。特集ましょう。はい。では10秒前で。5秒前。3、2。ココロちゃん、こんばんは。こんばんは。いきなりだけど、なぞなぞ出してもいい？大丈夫です。なぞなぞ。はい。夏を逆さにすると、ご飯の上に乗せても美味しい。伊波さんが大好きなものといえばなんだ？ツナ。正解！皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。はい、そしてこんばんは、OBP 心です。はい、どうもどうも、いらっしゃい。いやー、心がついにやってきましたけれども、ね、その前に一個だけ言わせてくださいね。はいはい。伊波さん、多分来週カレンに、うん、はぁってドア玉のあの謎謎ですか。あのオープニングトーク何いや、だってよくわかったね。よくわかったね、心ちゃんね。いいですね。冴えてるな、すごい。いやー、一応来週まで楽しみなんですけど。もう合格ですよ。いろいろ合格ですね。なるほど。もう、はい、ということで、まあ今日はね、あの OBP 心が、うん、スタジオに来てくれましたけれども、こうやってラジオに出るのは初めてです。初めてですか。初めてなんですね。じゃあメディアでこうやって喋るのまあ初めてになるのか、はい、いやー、あれですか、今その活動としてはちょっとステージとかはね、あ、お休みさせていただいてます。そうなんだよね、はい、ちょっとまあちょっと体の、はいはい、まあ、部分でちょっと調整しながらってことなんですけれども、だから日常生活とかって喋ることは全然大好きです、喋るの。そうなんだよね。だからラジオってなんか向いてるかもね。まあそうかもしれない ね結構 SNS でもいろいろ上げてるでしょ、心ちゃんね。そうだね、Twitter、はい、とかあとインスタとか、うん、心あのまあたまにあげるけどさ、はい、あの文章とかさ、うん、上手だよ。上手だよね。あれは好きになるよ、文章。言葉にならない。ちょっと撮れますね。写真もいいよね、うん、写真もね。そうそう、写真、うん、あれ写真誰撮ってんの。あれはお母さんが撮ってる。お母さん撮ってんだ。お母さんもじゃ上手だね、写真撮るの。なんだな。なるほど、そうですか。いや、ということで、まあ今日は、はい、いやもう合格です。ちょっと何の審査があるんですか。この気の丸ふに審査とかないですか、ね、一周勝ち抜きです5周勝ち抜きのチャンピオン、レギュラーに、はい、そうですか。もう来週カレンが殴り込みにやってくると思うんですけれど、うん、そうか。まあでもこうやってね、ラジオこう初めて来てくれましたけど、ラジオ自体は聞いたことは、はい、よく中学校の頃から聞いてました。あ、そうなんだ、はい、このギノガルフを、ギノガルフ聞いてました。そうか、嬉しい。どう、ギノガルフって。なんかすごいなんか楽しそうだなって、うん、もう毎回見るたびに、うん、だからなんかあんまり初めて来たって感じがしないんですよ、中学校の頃から見てるから。なるほど。いつもこう見てるとこになんかちょっと今日遊びに来たよぐらいの感覚ですかね、うん、ですね。じゃあ恒例のあれ聞いてみます。僕らの何、はい、まあ年齢、あ、そうか、いや分かるか、いやだね、ちょっと一応聞いてみるか、聞いてみましょうか。一応お約束なんで、はい、初めての人にも聞くっていうルールがあって、はい、この FM ギノワンがね、ギノガルフじゃ番組じゃないんだ。僕らはもうやらされてですから。あ、そうか、はい、もうキャン君もね、そうしてくださいって、そうしてくださいって言ってますんで、はい、僕と伊波さんがそれぞれ何歳かを当ててほしいんですけど、はい、どうしますか。一応取りますか。じゃあちゃんと、はい、マスクも取りますか。ちょっと、はい、全部素顔をね、はい、はい、じゃあどうしましょうか。僕、神田さんからいきます。僕からいきますか、はい、はい、
何歳でしょうか。神奈さんが40歳で、うん、40歳はい、矢さんが40歳で。なるほど、ちょっと勉強してるなちょっと勉強してるな、いいぐらいの調整してるな。いいですね、心お前やるな、うん、ちょうどいいですね。答え的にはもう模範解答が出ましたね、ジャムさんが分かってるってことでだって聞いてんだもん。そうだよね、うん、そうだよね、そういうことです。いや、はい、いいと思います、はいはい、バッファさんもやりますねっていうことで、うんうんうん、来てますけど、じゃあこのギノマルフ見てて、例えばなんかちょっと覚えてることとか、誰が出てたとか、どの回が良かったとか、はい、なんか覚えてます？あのニコさんの次期回がやっぱり見てるこっちもキュンキュンしますね。あれニコのすごいな、次期ね、すごいです。すごいよね、いや1回2回やりましたよね、次期回2回やってる、うん、いやあの時の帰り道は本当ずっとホワンホワンして俺は帰ってますいやあの短い時間で心をつここつかむっていう、ね、そうニコのテクニックだと思うんですけど、ね、心もチェキ会ってその休む前はやったでしょ。あ、やってます。やってたでしょ、はい、どんな感じでやるのチェキ心は。あ、ここは結構なんかもう、うん、本当に、うん、会話楽しむって感じで、あんな可愛いことはそんな言えないんですけどいやでもやっぱね、心のファンの人も順番に会話をしたいっていうことなので、うん、あの時期っていいシステムだね。そうだね、うん、その時間はこうね、推しと一緒にいられる時間っていうことになるわけでね、うんうん、はい、ということでもうやってきましたけど、そんなじゃあ緊張はしてないね。はい、してないです。大丈夫です。よかったよかった。すごい、うん、いいね。度胸も座って、うん。だってなんか身なりがね、うん、もうなんかきっちりっていうか。お前まるでカレンがきっちりしてないみたいな言ってるじゃないか。そんなこと言ってないじゃないですか。なんでそんな比較ばっかりするの。そんな比較してないじゃないですか。今はそういう比較しちゃダメな時代らしいですよ。だから比較しだしたのは今神田さんですかね。俺は今素直な意見で。いやいや、もう僕は早めに止めないとと思って。伊波さんのために良くないなと思って。心ちゃんあのカレンのことどう思ってるの？すごくダンスも上手で尊敬する、ね。わ、うん、かる、一緒だ、一緒。おじさんと一緒。俺も尊敬で、ダンスも上手いしさ、カレンって。まあ、そうです ね。一緒だね。間違いないと思います。うん、本当に気持ちだな。もうダンスも上手で、うんうん、ね、深夜に配信したら3時間ぐらいやるから、うん、長いんですよ。この間。配信しててあやってちょっと見たら、うん、3時間ぐらいやってて、隣にお母さんもいて、あ、一緒に出てるんだ。いや、お母さんは声だけの。ああ、そうなんだね。すげえなと思いましたね。まあ来週はねまたカレン来ますけれども、心ちゃんのなんか得意なものとかなんかある？得意なものですか。なんだろう、うん、そうだな、なんか得意なものは困らせるね。エアさん、もっとそんな、もうちょっと中盤でね、ラジオの中盤で聞いた方がいい。そう、尋問じゃないんだから、そんなもっとライトな質問から。そうですよね。ライトな質問は何かわかりますか？好きな食べ物？そういうことです。好きな食べ物はじゃあ何ですか？好きな食べ物はカレーです。うん、いいですね。わかる、はい。もうみんなわかってる な。久美子さん、7の段は言える？いや、多分心は普通に言えますよ。言えます。大丈夫です。大丈夫だよね。そうですね。大丈夫ですよね。うん、一応お約束なんで、うん、四国は言える？あ、一応、うん、多分言えます。言える。言ってみようか。一応ね、はい、言ってみようか。はい、じゃあお願いします。愛知。愛知。愛媛。鹿児島。鹿児島。あと一個待ってください。うん、愛知、愛媛、鹿児島、もう一個。愛知、愛媛、鹿児島。うん、うん、こちら辺だから。はい、何だっけ、うん、愛知、いよいよ愛知、愛媛、鹿児島、鹿児島、うん、もう一個。山口、うん、なるほど、心お前もか4分の1です、正解は。いい調子ですよ、うん、合格です。いやさん今日甘いですね。甘いですか。いつも通りですよ。もうみんな、ね、みんな正解で、はい、多分これが番組的には正解なんで。そうですよ、うん、ちゃんとしたの聞いときたい、聞きます、聞いときたい。
ね、ちゃん、じゃあちゃんと言うね、はい、愛媛、愛媛当たってる、愛媛当たってる、うん、香川、香川、うん、ああ、そうそうそう、思い出してきました、はいはい、いいよいいよ思い出してきた、はいですね、徳島、もう一個なんだと思います、もう一個、あ、最初の文字教えてください、いや、じゃあ何かヒントを言ってください、ヒント、はい、あ、なんだろうな、うん、ね、高いとか低いとかね、あ、なんかね、いいですね、うん、そういうのも入ってたりね、はい、あと頭の文字はこうとかね、そのついてて最後の文字がちでね、はい、はい、高知県、あー、すごいあー、もう絶対彼に怒られるやつだはい、ということで、心も大体分かってきましたはい、ということで、また今日はもうね、初めて来てくれたっていうことで、心がどんな人なのかっていうの、うん、またいろいろ後半で、はい、はい、話聞いていきます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。さあ、じゃあここからは、いつも通りいきますか、はい、この1週間何があったのかなのコーナー、まずじゃあ僕からいきますね、うん、ですね、今実はちょっと困ってるんですよ、はいはい、困ってる、鳩が、うん、うちの、ベッドの上のちょっとした出窓みたいなところに室外機置いてるんですけど、うん、そこに来て、うん、めっちゃフンとかするんですよ。あー、そうなんだ、うん、しかもなんかちょっと休憩場所みたいになってて、もうしやすい環境なんだ。そう、なんかちょっと日陰、わかる、カンナさんのそのベランダしやすい環境だもん俺もなんか行ったことあるけど違う違う、あっち側じゃないよ、こっち側だよ、ほんとにちっちゃいとこよ、うん、そうなんですけど、うん、でそこにいて、いるだけならいいんだけど、やっぱフンをするわけですよ、うんうん、でフンっていろいろ調べると、そのやっぱ病原菌をいろいろ、鳥のフンってあったりだとか、うんうん、あとフンがあると、うん、それを食べにゴキブリが来たりとかするんですって、うん、だからもう衛生的にも良くないし、うんうん、このまましてるともう例えばそこで巣を作ったりとかしたら、うんうんうん、もっとこういろいろ大変なことになっちゃうんで、うん、一回掃除したことがあるんですよ昔、うんうん、それをもうバケツを水風呂場から汲んできて流しながらデッキブラシでこすってとかいろいろやって、もう1時間以上かかったんですね、うんうんうん、これ大変だと、うん、ということでメイクマンに行きまして、おうおう、行きましてメイクマンホース買ってきて、うん、でそのままデッキブラシと、はい、あとヘラ、はあ、固まってるからさ、うん、ヘラ買ってきて、それでめちゃくちゃ綺麗に掃除したったわけですよ。おうおう、で、もう水でバーって流して綺麗になってよかったんですけど、うん、このままだと同じことの繰り返しなんです、はいはい、また来るから、うん、じゃあどうしようかなと思って、うん、いろいろ鳩よけっていうのを調べてみたら、はいはい、やっぱり最初に出てくるのがCD をなんかキラキラさせてありますね、よくね、みたいな、うんうん、ただ慣れるとあれは来ますっていうのがあって、報告が、そうなんだ、慣れるんだ鳩もね。でその次がなんか漂白剤みたいなのを巻くと、うん、嫌な匂いして来ませんよみたいなのがある、うん、あれも慣れると来ちゃいますみたいな、じゃあ何が一番いいんだろうって出てきたのが、鳩よけのトゲトゲを置くと、なんか剣山じゃないですけど、なんかそのとんがったものを床に置いとくと鳩がこう刺さるというか、痛がってここに来なくなるっていうことで、これ室外機のじゃあ上に置くってこと、横だ、横のこのスペースにトゲトゲを、あの筋肉マンの UC ボードデスマッチみたいなのがあったでしょ、なんとなくわかる、わかるわかる、リングの周りに置いといて、うんうんうん、あれです、はいはいはい、接線ボードを置いたやつの、うんうん、あれをトゲトゲを置いてやると鳩が来ないっていうことで、こっち側も危なくないそれ、あのね、気抜いたら刺さる、刺さるよね、一応プラスチックなんだけど、うん、これをアマゾンで買いまして今日届いて、一応今日設置してきたんですよ、だからこれから鳩がもう来ないことを願って、どうなるのかわからないですけれども、ちょっとね結構困ってる人いるみたいで、沖縄も鳩増えたじゃないですか昔より、そうそう、だから、まあ、ちょっと糞の被害とかそういうのもあるんで、ちょっとどうなるのかが楽しみだなって。さんもマジで気をつけないとね、うん、やベランダ、うん、忘れて、うん、そのまま行って、うんうん、ね、用を足すときにそのベランダ出てから、うん、出るときにその刺さるかもしんないじゃん、私の用を足すときにベランダには出ないだろどういうことですか、いや分かんないじゃん、だいやまあでも尖ってるんでちょっと気をつけながらっていうことですね、うん、はい、そうやって
ハトはそれで来なくなるのか。そっか、まあ、足場が単純にね、トゲトゲだからね。って書いてあったんで、うんうん、ちょっとそれを試してみたいなっていう状況です。はい。じゃあ伊波さん行きますか。行きましょうか。はい、お願いします。僕はね、うん、まあ実は先週ギノガルフもお休みで、うん、実はね、あるでしょ、メガネオーディションでしょ。もうオーディションにエントリーしたんですけど、うん、実際、うん、そのエントリーは行けなくて、うん、あ、行けなかったんだ。そう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 。そうか、メガネ王になる。メガネ王になるっていう話だったんですけど、うん、まあね、実はね、まあコロナに、まあ、ちょっと、うん、僕らちょっと家族かかっちゃって、うん、それでの療養だったんですね。まあ、先週ね。先週ね。はい、で、まあ、残念だったのかというか、うん、先々週かな俺、うん、世界大会、息子が世界大会出るって言ってたじゃないですか、ね、そうそうそう、はいはいはい、空手の世界大会に、はい、それが、まあ、技能ガルフの先々週のその次の日だったんですけど、うん、そこからちょっと息子がまた熱出しちゃって、そこからが始まりだったんですけどね、うん、それでもうまあもう残念だけどそこは断念して、うん、出場もうできなかったってことですね。で、まあでも結局家族みんなちょっとそうなっちゃったから、うん、コロナになったから。いや、だって同じとこで生活してますからね。そう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 、うん、まあもう久しぶりにっていうか、この1週間か2週間かずっと家族団らんというか、逆にな、うん、う、逆に外に出られないから、もう出られないからずっともううちの中いて、うん、まあ一緒にもう朝昼晩一緒に飯食っての、うん、この2週間で、まあ、なかなかあんまりこんな時間もないなと思いながらやってました ね、うん、ただ食欲がなかなか最初出なくて、うん、あ、何も食べれないなと思ってた時に、やっぱその救いのものがやっぱさっき言ってたツナ、うんうん、トゥーナ、もうこれまで45年間愛用してきた、あれはね裏切らないねもうマジで涙出るぐらい何も食べれなかったんだけど、ああちょっと久しぶりにご飯の上にトゥーナ乗せて食べようって言ったらもうああバクバク進みましたね。ああ、やっぱりもう、じゃあもう自分の中で最後の晩餐は、うん、最後の晩餐は、まあ、トゥーナーになるんですけれどもあ、あれはいいですね。あれは、あさみさん、トゥーナーっていうのはシーチキンのことですね。そうですね、ツナですね、のことマグロのツナ、うちなぐちでっていうか、まあ、トゥーナーってみんな言うんですけど、うん、はい、いや、分かってた心、分かります、分かる、あれは裏切らないなっていうのを改めてこの2週間で、うんうん、まあありがとうトゥーナー、そしてこれからもよろしくトゥーナーっていうのをそうです、ね、うん、感じた1週間でしたね、うん、まとめ方よいや、まあだってまあ僕もね去年かかりましたけど、うん、まあめんどくさいでしょ。めんどくさい、うんうん、一応大変、体が大変なのもあるんだけど、うんうん、めんどくさいよね。めんどくさいし、いろいろね、うん、だから毎日ほぼ同じ生活だから、うん、もう何曜日かが分からなくなる。分かる、家からもう 出ないから、ね、そう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 、感覚もちょっと体もやっぱなんか筋肉も落ちた感じするでしょ。うん、するするする、うん、うん、まあでもだんだんもうちゃんと回復していってるので問題はないんですけどね、うん、あ、まあ、だから先週もね、ニコちゃんと2人でやってたギノガルフも聞いてましたよ。うん、うん、何もだったでしょ。もうね、うん、バッチリだったねいや、ニコ上手だった。そうだね、ちょっと悔しい気持ちもあったけど、残念、ね、うん、バッチリだったね客観的に見たら、うん、あ、放送的には大丈夫だな。バッチリでしたね。あ、そうですね、もう言うことなかったですね。なるほど、はい、じゃあまたいつかねいつかいつかの時を楽しみまあそうですね、してみてください、はいはい、さあ、そして、あ、ニコも聞いてくれてる。あ、ありがとうございます。ニコ褒められてますってことで、うん、そうですよ、褒めてますよ、はい、さあ、そして皆さんお待たせいたしました、はい、じゃあ心にも聞いてみましょう、はい、この1週間、まあまあ最近の出来事です、はい、何があったかなのコーナー、はい、ここ実は、うん、今週からピザ作りっていうのを始めてみたんですよ、うん、ピザ作り、ピザ作り、 お家でピザの生地に材料を並べて、うん、初めてやってみて、うん、すごい結構材料の配置とかがいい感じにできたんですよ、うん、本当に美味しそうに、うん、お店のみたいにできて、うん、であとはオーブンに入れて焼き上がりを待つだけだったんですよ、うん、そしたらスマホいじってて数分待ってたらなんか焦げ臭い匂いがしてきて急いでオーブンのところ行ったら焦げちゃいました。黒いピザが出てきた。黒いピザが出てきました。残念ですねいやでも初めてやったんでしょ。初めてやって、あ、そうか。でもちょっと結構いい感じにできてたので途中まで結構悔しかったんで、うんうん、またちょっとツナも乗せた。それは
あ、載せましたよ。あ、載せてる、うん、合格シーフードピザだった。シーフードピザで。あ、他に どんなの載せるの。あの、エビとか載せるんですよ。シーフードが好きなんで。なるほど、そうかそうか。シーフード系の海鮮系が好きなんで、結構お刺身とかの。あ、いいですね、うん、そうですか。いや、みんな焦げてても食べたいってよ。そうだねいいですね、てるゆきさんの外ピザ食べるから持ってきてごらんっていや、心ピザは売れるんじゃない。いや、そうですよ ね、食べたい。皆さん、心が作ったピザいくらだったら買いますか大人の皆さん、大人な、ちょっと待って、今日47人も見てくれてるの。あ、今ね、すげえ。ちょっと待って、バッファさん1万円出すって。え、やばいですね。皆さんやばいですね。ありがとう。でもなんか分かる気するね、うんうんうん、応援したくなる気がしますね。はい。いや、でもこういうのはいろいろこう、なんていうの、失敗も繰り返しながら上手くなっていくものなんで、はい、うん、またリベンジしたいと思います、ね、はい、きっとそういう機会があると思います。はい。さあ、ということで、じゃあちょっとツイキャスを、はい、皆さん拾っていきましょう。すごいたくさん来てるな。あら、本当だ、うん、もうちょっとこっから前は戻れません。はい、はい、こっから前の人はごめんなさい。てるゆきさん来てます、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。ニコニコヒーくんさん来てます、こんばんは。こんばんは。はい、サムさんいますね、心今来たよってことで、はい、こんばんは、はい、こんばんは。バッファさん、心の特典会は心が現れますってことで、うん、あって言ってくれてます。心だけに。うわ、こんなことも言う、こんなことも言う、あとシーゲさん、比較しまくるイハさん。そうね、うん、いや、僕はそうじゃなことないですけどね、神奈さんがそれやって。いや、もうちょっとカレンが来週怖いですね、ニコニコヒークさん、来週が怖い。そうね、あとニーヌ・マッケンジンさん、神奈さん、イハさん、こんばんは。心さん、はじめましてってこと。はじめまして、こんばんは。はい、来てます。ナルトラさんが、あ、イハさん大丈夫って心配してくれるんですね、そのぐらいなんだ、はい、あとサムさんも来てくれてます、こんばんは。こんばんは。あとヘイさん、神田さん、ヤさん、ココロさん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。あとはミセカベさん、あ、四国で驚いてますね、すごくいいと思いますクミモさん、よっしゃ、言えないタイプの子来たってまあ、ラジオ的には正解ですからね。はい、あとは MJ さんもね、はい、来たってことで、はい、あとは名前ご紹介、カラスモリティアラさん、山口県出たのが逆にすごいなってことで、うん、そうですね、山口県はあれは何地方って言ったらいいのかな、山陰地方になるのかな、うん、まあ、あの、広島とかこっちの、ね、島根とか、本州の一番西ですね。そうね、本州の一番、九州とこうつながってるところです、福岡とね。はい、中国地方になるのか。そうかそうか。はい、あとはハサミさん、はい、こんばんは。こんばんは。DJ エレキテルさん、ココロちゃん、とりあえず全県ツアーしましょうかってことで。そうだね、どっか沖縄以外、そう、県外はどこ行ったことある？あ、東京と、うん、あとは多分あんまり記憶ないんですけど、ちっちゃい頃に京都の方行ったことがあります、うん、あ、京都、また渋いとこなんかね。なるほど、行きたいんだよな。伊賀さんは別に聞いてないいや、ラジオってみんなで話するからそうです、そうです、うん、そうです、はい、あとはご紹介してない方は、あ、ソードボードデスマッチね、はい、ありがとうございます。あ、沖縄大好きさん来てます、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。あとはお名前紹介してない人いませんか、大丈夫ですかね。あ、ニコニコヒーくんさんから花火も、はい、はい、上がっております。はい、しょうちゃんさんも可愛いって来てますよ。いいですね。ありがとうございます。はい、あと伊藤さんも来てます。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。野口匠さんも来ております。ニコもいるねってこと。そうですね。ニコも見に来ています。あと渚助さん、あ、多分初見ですってこと。はい、ありがとうございます。女の子は何さんですか。改めて自己紹介を。はい、
OBP の心です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ジェットインコンテさん、こんばんは。焦げてるものは食べたらダメって母から言われたので、贈答用に3000円からならいけます。食べる気だな。全然食べる気だな。リアルな金額になってきてないます。はい、武蔵さん、神奈さん、矢さん、心ちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。神奈さん、鳩の糞大変でしたね。剣山聞くといいね。最後の手は超音波と威嚇音とストロボ発光とアニマルリベラー参考にしてみては。ここだけ長いな。ありがとうございます。矢さん、お休みは体調不良だったんですね。心ちゃん、シーフードピザいいね、販売してみては。名言さすがということでね。もういいですよ。はい、応援してくれてます。あとアスクも来てますね。かなさん、やさん、ココロちゃん、はいさーい、はいはいはい。OBP 好きなアスくんです。次の、社会人野球と大会と生マラソンに向けてランニングしながら聞いてます。かなさん、高松商業の浅野翔吾選手に注目してくださいということで。ちょっと最近僕高校野球見られてないんですけど、いろんないい選手いるみたいなんで、はい、ちょっとチェックしてみたいと思います。久美子さん、神奈さんがピザ作ったらいいねで買うよってことで。ピザとか作ったことないな。そうか、自分でじゃあ好きな具材乗せてできる感じ。そうですね。なるほどな。ちょっとやってないな。僕もないな。なったことないですね。楽しいですよ。なんか分かんないですよ。ピーマンとか乗せたいですね。ピーマンは食べられる？あんまり野菜が得意じゃなくて食べられはするんですけど、うん、自分で作るときは料理とか、うんうん、なんかもう本当に好きなものしか入れないんですよ、まあ、お肉とかが好きなんで。あの好き嫌い長く食べましょうって言うけど、大人になったらさ、結局好きなのしか食べてないから、ね、そうだね。そう、大人になって自由にだったら好きなの食べて、うん、あとはなんか病気とかになってあれ食べちゃダメって言われてやめるっていう。そうですね。そうそんなことありますね。そんなパターンになりますからね、うん、はい、はい、ということで、じゃあ、進めていきますか。はい、にょんさんも来てくれてますね。心ちゃんが初めて見たにょんということで、はい、今日は心来ております。はい、じゃあ進めていきますね。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りします。神田国平です。伊波優作です。花城かえんです。私たちはギノガルフという番組を仲良くやっています。毎週火曜夜9時生放送です。私たちはこの番宣の方向性がよくわかりません。いくぞ、ワンツーじゃん。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないない、だから美味しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。かいちゃん、かいちゃん、しまう持ってこい、かいちゃん、かいちゃん、こっち、かいちゃん。おっさん、酔っ払ってるな。なんでなんで耳元多いな、このおじさん。なんで、ここなんで。酔っ払ってるんですか。あギノガルフ。今のゆうこの声なんだけど、ゆうこはこういう風にして成長したからね。そう、はい、酔っ払いおじさんっていうのね、ちょっとそういうことはありましたからね。はい、ということで、ここあれ顔ちっちゃいな。本当ですか。うん、いや、もうヘッドホンがもう半分ですよ、顔の半分以上だな。いつもと同じヘッドホン、これ。大きくなってない？ヘッドホンが。いやいや、本当にそんなぐらい。うん、うん、顔ちっちゃいですね。身長何センチなの？身長が、うん、あ、今日測ったんですけど。今日測ったんだ。149センチです。あららら、ら、そうですか。なるほど。顔ももうこのぐらいですからね、顔ね。だいたい顔がこのぐらいで。もうちょっとある、うん、はい。さあ、じゃあ、ここからグッドフィールドグループからのお知らせ。今日は僕がご紹介します。はい。はい、今日は OP フィラアウトレット店をご紹介いたします。OP フィラアウトレット店は西海岸発祥サーフブランド、オーシャンパシフィック、ラスティ、イタリアのスポーツブランドフィラ、リーボック、
アメリカのゴルフウェアアパレル、ラウドマウスなどを扱うセレクトショップとなっています。ただいま当店ではお客様に大変ご好評いただいております2点3000円セールにサマーアイテムを増量してご提供しています。メンズ、レディースアイテムともにタグに黄色いシールが貼られている商品が組み合わせ自由で2点ご購入で3000円と大変お買い得となっています。商品の一例として今のシーズンに大活躍の半袖 T シャツを中心にサマーアイテムのショートパンツや沖縄の強い日差しを防ぐ UV カットパーカー、ラッシュガードなど種類もサイズも豊富にご用意しています。また数量限定でレディース水着もご用意しています。ご家族でのまとめ買いやお友達と1点ずつ選んだりとお得にお買い物もお楽しみください。また本格シーズンのマリンアイテムではメンズ、レディース水着を2000円からご提供中。その他にもマリンシューズ、ラッシュガード、ライフジャケット、ゴーグルなど豊富にご用意しています。さらに店内ではゴルフウェアも取り扱っています。取り扱いブランドはフィラゴルフ、ラウドマウス、マリークレールをただいま展開中です。ウェア以外の小物やバッグも取り扱っていますので、ウェア以外でゴルフ用品をお探しの方にもおすすめとなっています。店内アウトレット価格の 10% オフから 50% オフとなっていまして、特にラウドマウスはなかなか割引販売されないブランドとなっていますので、気になったアイテムは即ゲットされることをおすすめいたします。店内全商品がアウトレットプライスと大変お買い求めやすくなっています。この機会にぜひ OP フィラアウトレットモールアシビナー店へお越しください。また当店では安心してお買い物を楽しんでいただけますよう、感染予防対策としてスタッフのマスクの着用、消毒の徹底、お客様用アルコール消毒液を設置しています。皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。お問い合わせは OP フィラアウトレット、アウトレットモールアシビナー店、電話098-891-6037 番、098-891-6037 番までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで今日 OP フィラアウトレットモールアシビナー店ということですけれども、このスポーツブランドはね、ちょっとやっぱり、なんかスポーティーな感じはね、沖縄はもういくらあっても多分いいと思うんですよね。その季節柄もそうですけれども、そうですよね、普段着としてもね、そうですね、スポーティーな感じもこう使えると思いますけど、水着も、2000円から販売してるってことですし、あとはさっきセールで言いました2点で3000円セールというものがありますので、これはね、ご家族だったり、ね、お友達とまとめ買いするっていうのも非常にいいかもしれませんね。はい、心はこのスポーティーな洋服ってどうですか？はい、あ、結構つけますね。あ、そうですか。休日とかもつけますし、もともとテニスをやってたので、あ、そうなんだ。その時とかもよくつけてました。やっぱ動きやすいのっていいよね。はい、なるほど。そうか、テニスは硬式ですか、軟式ですか？軟式です。お、軟式やってたんだ。そうか、カンナさんとじゃあつながってるじゃないですか、テニスのまあ20年違いますか違うな、25年違いますけどね。時をかける少女。はい、いや、もっとか。え、今何歳？今は15歳です。15歳？はい、ちょうどいいねちょっと待って、30年違うんだ。30違うんですね。もうダメだな30違うわ。30ですよ。もうダメだよ30からはダメです。30からはもう大変だな。30ですね。そっか、まあ、僕も小学校の頃軟式をやってて、で中学行ったらもう軟式男子がいなかったんで硬式やったんですけど、軟式テニスってさ、なんかちょっと華やかなイメージあるでしょ、なんか優雅にやってるイメージ、そんなことないからねあ、そうですか。なんかそんなイメージあります、ね、ないです。もう沖縄でテニスでやったら、もうクソ暑い中走り回って土の汚れがつきながら、もう本当に汗かきながら大変なんですよ。でもさ、その30年前と今で比べたらまた暑さとかも違うから、今もっと大変なんじゃない？そう、あのテニスやってる時心どうだった？めっちゃ効果汗かきなんで、本当にめっちゃ汗かくんですよ。あとはやっぱり紫外線が強いんで、めっちゃ真っ黒になるんですよ、テニスやったら。日焼けもするよね。します。いやー、ちょっともう本当にだから全然優雅なスポーツではないですよそんな感じです。はい、クミモさん、15歳まだ生まれたてじゃないですかって、そうですよね。そうですね、まあ、よく言いますけど、何年生まれ？2006年生まれです。なるほど、2006年、もう昨日ですね。昨日だな。
おととい、おとといぐらいか、2006年。昨日は言い過ぎだね。そうだ、おとといぐらいですね。おとといだね、うん。すごいな。もう2006年生まれのこと喋ってるんですね。ね。我々普通に仕事してましたからね、もっとね。3倍ですよ、15だったら。そうか。うん、はい。はい、ちょっとそんなことばっかりとしょうがないんで、ちょっとここでお知らせがいろいろありますので、はい、はい、じゃあ心、はい、たくさんあるんですね、お知らせがね。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、何から行きますか。じゃあ、うん、これ、はい、OK、はい、どうぞ。はい、事務所の大先輩の玉城ティナさんがテレ朝ドラマのナイスフライトに出演中です。そしてその玉城ティナさんの最新映画情報で、はい、続いてこっちですね、はい、はい、9月からこれがいいか、はい、9月から全国放送される映画グッバイクルエルワールドにも出演します。本当にすごい豪華な出演者ばっかりで、ぜひ見てください皆さん。はい、はい、そしてまだまだあるんですよね。はい、あります。はい、行きましょう。続いてが、はい、続いては、はい、本屋大賞を史上最多票数で受賞した人気小説鏡の古城が劇場アニメ化。そのヒロイン役にトーマアミちゃんが抜擢されました。うん、鏡の古城は今年の冬に全国公開予定です。ぜひ見てください。はい、トーマアミちゃんもね、ねえ、もう大活躍ですね。はい、そして続いていきましょう。はい、続いてはスバルの新テレビ CM にリネ&インディーから新人の椿ちゃんが出演しています。そしてそこに我らがレンレンも出演しているのでいいね、ぜひチェックしてみてください。我らがレンレンですよ、はい、レンレン、はい、ちょっともう一気にまず紹介からいきますか。続いて、はい、はい、これね、はい、はい、この夏横浜アリーナで来場者を入れては3年ぶりとなるアットジャムエクスポ2022が開催されます。そこに OBP の出演が決定しました。お、新東京メンバーが出演するのでぜひ遊びに行ってみてください。はい、はい、はい、こちらも決まったということです。はい、はい、そしてこれね、はい、はい、そして OBP のデンデンが参加している期間限定のアイドルグループ沖縄セブンスターズ、略して沖縄、うん、このグループも横浜アリーナで開催されるアットジャムエクスポ2022に出場します。8月26、27、28日はぜひ横浜に遊びに行ってみてください。はい、すごいですね、それにも出場するんだね。はい、はい、そしてこっちですね、はい、はい、そして、はい、ギノガルフでもおなじみの花城カレンさんが参加しているリップリンクがただいま全国で活動中です。すごいアーシャもかっこよくて、うん、活動のしている姿もかっこいいのでぜひ見に行ってください。詳しくはカレンさんが戻ってきたらぜひ聞いてみてください。一番それがいいよな。あ、そうですね、そうですね、うん、はい、なんか3日大阪でいろいろやってましたねみたいですね、うん、はい、続いて、はい、続いては日賀ニコさんが出演している体験型アトラクションドクターナートンと昆虫王国、東南植物楽園にある SC1 という乗り物で体感できます。9月までなのでまだの人はぜひ行ってみてください。はい、はい、まあ、9月いっぱいでしたよね。はい、9月いっぱいですということです。はい、そしてこちらか、はい、はい、はい、続いては、うん、OBP のあつきさんが出演している YouTube チャンネル沖縄の休日。あつきさんが沖縄のリゾートを楽しみまくっています。あつきさんの可愛い水着姿を見れるのでぜひ見てください。お願いします。もうあつきも大人ですからね。そうね、はい、うん、これ大丈夫？大丈夫です、はい、はい、ということで、いやー、あ、心紹介できるね、はい、ね、今スムーズにね、うん、やっていって、いいですよ、あの我らが連々上手でしたよこの告知の合間のちっちゃい声で次これですとかっていうのが良かったですね次これです、神田さんにこのチラシですみたいな感じで優しいところが良かったですね。どこを注目してるんですかいやー、いいですね。ちょっと話聞きたいんですけど、一回ちょっとブレイクしますか。はい、はい、今日はもう心来てくれたんで初めてなんで、もうリクエストもおかけします。じゃあ曲紹介お願いします。はい、はい、OBP の時速 1225km です。
得できました。はい、うん、こっちはツイキャスでは音流れてるからね。あ、こっちの喋りが入る。喋りがね。1220音速をちょっと超えたぐらい。だから、いや3秒ほど違うんだね、だからね。それは、うん、もうさすがです。さすがです。さすがにです。さすが。うん45なんですよ、さっき40で俺たちも40ぐらい、40も45も一緒だから多分知ってるよあ、知らなかったんじゃない？知らなかったです、50歳に。あー、まあ、後でお小遣いあげるパターンですね、うん、いやそうか、うん、曲あげたらもうずっといろいろ話を聞いていきながら、はい、うん、逆になんかあれもある、聞きたいこととかもある、まあ、今、まあ、あったらまた曲分けとかにどんどん聞いてみます、まあ、特になかったらなかったら、なかったらなかった特にないですでも、それのどかのやつだ特にないですもうスタンプ特にないですのどかのどかのスタンプ特にないです。あ、そうなんだ。ちょっとずつやってる。ああ、歌謡祭のスタンプ、歌謡祭のも入れてる。おお、いいね。うん、あの前野のおそ松様でしたも入れてる。ああ、いいね、うん。使えそうだね。しかもね。うん、特にないですと、おそ松様です。久美子さん、心はこの間のギノガルフライブに出てた。あのね、今ちょっとステージはお休み中なんですよ。ジェットインコアジさん。時速1225キロ、一発免停ですねって、そりゃそうだ1200何キロ1225キロです。これは何の、これは音速です。あ、音速、はい、音速1キロオーバーじゃないですかね。24は音速だと思います。音速よりちょっと速いってこと。ちょっと速い。へえ、何それ、ちょっと速くしてる。音速よりも速く、あの HY の366日的な1日多くだと僕は思ったんですけど、ちょっと調べてみましょうね音速なんか1個超えてるのに意味があるのかなって、うん、カラオケとか行ったら何歌う？カラオケ行ったら、うん、あ、結構アイドル曲だったり、うん、あとはあの愛子さんの花火だったり。あ、愛子、はい、へえ、歌います。あとドラマの主題歌も歌うこと多いですね、うん、ドラマ今何見てるの？今全然見れてないんですよ。今は録画してあるんですけど、ああ、それでちくちく消費していってる感じ。消費していってる気温が15度の時に1224キロらしいです。じゃあ もうちょっと暖かくなったら25でいいの？20度だと1234キロになる。ね、知らんあ、でも基準がやっぱり15度の時の秒速340メートル、あの時速1224キロなので、うん、それをやっぱり1個超えてるっていうのに何か意味があると思います。だって15度の時よりは、15度の時の音速よりちょっと超えてる。そうですね。勉強なるね。知らんだ勉強なるな。そこは知らんだろ、皆さんでも大好きなんでちょっと暗記してたんで、うん、24だったと思うけどな気になります。いや、いいと思います。ありがとうございます、はい、あと40秒ですね。はい、40秒ってことはどのくらいいけるか知らん、知らん知らん、知らん知らんの使える。光の速度は秒速30万キロメートルです。秒速30万キロ、はい、なるほど。月まで 1.2、3 秒ぐらいはい、で上げます。
はい、OBP で時速1225キロでした。だいたい音速ってことでいいですか、はい、あのキャン君、はい、だいたい音速ね、だいたい音速 1キロメートル上回ってる、音速、なるほど、はい、だそうです、はいはい。さあ、じゃあここからもう心にね、はい、いろいろ話を聞いていきましょうよ、うん、はい、あの OBP っていつからあの、はい、所属というかはしてるの？セカンドワンマンライブでデビューして、うんうん、あ、ってことは渋谷、去年の6月ですね。そっか、去年の6月、はい、俺いたよ、あ、会場渋谷いましたね、あ、ツイッターで見ました、うん、そう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 、あ、そうか、あの時からってことになるのか、はい、あの時からデビューしました。なるほど、そうですか。まあちょっとじゃあメンバーのことも聞きますかね、え、はい、うん、まず我らがレンレンはどういう人ですか。ここより2歳年下なんですけど、うん、本当に話してて年下って感じがしなくて、うん、もうここレンレンのことお姉ちゃんだと思って話してるんですよそうなんだ、めっちゃ年上って感じがするんですよ、そう、考え方とかがすごい大人で、だってもう小2から OBB やってるから、うん、そうよね、うん、あとはやっぱ元気もらいます、レンレンと喋ると、うん、もう我らがレンレンです、我らがレンレン、あとは名前出てましたけれども、あの敦樹、うん、はい、敦樹さん、敦樹はどうですか。頼りになるんですよ本当に、うん、なんか何かあったらすぐ LINE とかくれて、うん、なんかだからいつも頼りにめちゃくちゃしてます、うん、もうお姉ちゃん的な存在です、うん、本当に。なるほど、敦樹そうだってよあとは、まあ、高校生でいうとあとはもうニコかな、ニコちゃん、ニコさん、はい、ニコはどうですか。ニコさん本当に、うん、あのチキ会と本当に変わんないんですよ、こっちもなんか、うんうんうん、もう普通に話しててなんかもう好きになっちゃいそうなぐらい可愛いんですよ、うん、ニコさんいつも言うことが、うん、本当好きになっちゃいそうです好きになっちゃいそう、2回言っちゃったね、ニコすごいね、うん、やっぱそういうのあるんですね、うん、なるほど、分かりました。まああとはちょっとパーソナルな部分もなんか聞いていきましょうか、うん、そうだね、まあ好きなこうなんかこうアイドルになろうと思ったきっかけって、なんかもともと好きだったの？もともとアイドルは好きで、うん、でもここの事務所に入った理由は、うん、モデルさんだったり、うん、役者さんだったりの志望で、うん、自分はアイドルはどちらかというと見てる側ってイメージだったんですよ、うん、自分がやるとは思ってなくて、うん、でも事務所からあのアイドルやってみませんかって話が来て、で初めて OBP のライブに、うん、一回行ってみたんですよ。あ、まず見に行ったってこと。見に行って、うん、そしたらすごいキラキラしてて、うん、あ、ここもこっち立ちたいなって思って、うん、あのステージに立ちたいなって思って、そっからもうアイドル絶対なりたいってなって、うん、アイドルになりました。なるほど、そうですか。ジャムさん、私もアイドルは見てる側で、そうしてほしいですね。ジャムさんステージにいたら、まあ、見ますけど、ね、はい、それは見ますけど。いやー、そうか。で、まあ、実際にほら、まあ、こう、こう、OBB の、まあ、レッスンとかさ、これまでこう、やったことない動きとかさ、練習とかするわけでしょ。うん、はい。どうでしたか？ここがもともと歌もダンスも苦手なタイプな人で、本当にもうめっちゃ苦労したんですよ。だから最初もうデビューできるかも自分でも不安なぐらいダンスも全然できなくて、でもこの OBP の先輩たちがすごい、なんだろう、この一生懸命というかすごい真剣に教えてくれて、そのおかげで今もデビューしてここに来られてると思います。うん、なるほど、いいこと言いますね。ねえ、しっかりまとまって、うん、まあ、今は、ね、そのステージお休みしてますけど、まあ、その分ほらツイッターだったりインスタだったりその SNS でね、はい、まあ、たまにこう活動報告してくれてますけど、あのさ、あの文章本当にあれはさっきも言いましたけど、うん、上手よ SNS のね、うん、いや多分皆さんもそう思ってるんじゃないですかね。久美子さん、8歳15歳と思えないぐらいおしゃべり上手、照之、うん、さんできる子だ、いや本当そうですよね。学校ではどんな感じなの？学校では、うん、なんか学校ではいつも結構うるさいって言われちゃってるんですけど、そうなの？うるさいというかなんかもう、なんだろう、うん、よく喋る感じ？結構おしゃべりな感じなんですよ学校で。
なんかもう本当になんか会話が小学生みたいとか結構言われるんですよ。急に国家クイズ出したりするんですよ。クイズ、あの今日のここのお弁当は何でしょうかとか言って、これはイヤさんいいこと言いましたね。いいクイズ答えたいな。クイズこれ次回来るときはクイズ心ちゃんがありますね、はい、そうですね、はい、これはちょっとぜひ準備してほしいところですけど、なんか出せるクイズ今例えばクイズ、うん、ああじゃあ同じご飯関係で、はい、今日ココが食べたお昼ご飯は何でしょうか、うん、はい、はい、ラーメン違います。はい、はい、とんかつ定食違います。はい、はい、沖縄そば違います。ヒントは、はい、あつきさんに近いものです。あ、はい、はい、サンドイッチ違います。はい、はい、ピザ違います。答えは何でしょうか。答えはチョコパンです。かわいい。かわいい。こんな問題が出る。あーいいですねチョコパン ね、 ね、いやこれは違うジャンルだな。そうですね、これまでのクイズとは違うジャンルですね。そうですね、だけど、うん、ちょっとなんかコーナーになりそうですね、うん、チョコパンって言いたかったね。これ言いたいな。あ、これはちょっと次回に、はいはい、あの楽しみにしておきましょう。伊賀さんなんかないですか質問。なんだろう、うん、マイブームとかある自分の中の。あ、ありますね、うん、あのここお風呂に入るのが好きで、うん、お風呂でリラックスする時間が好きなんですよ、うんうん、だから入浴剤とか見に行ったりするのが楽しいです。アロマ焚いたり、うん、なんかお風呂でリラックスできるもの買いに行ったりするのが今のマイブームです、うんうん、なるほど。どういう系が好きですか、入浴剤とかアロマ。入浴剤だったら、うん、なんだろう、なんかフルーツの匂いも好きですし、うん、あの金木犀の匂いが最近ハマってて、アロマとかで言うと、うん、金木犀いい匂いなのでぜひ。なるほど、おすすめということです、ね、はい、おすすめです。お風呂はいいよな。 いいですね、はい、ということでじゃあ一旦 CM いきましょう、はい、技能ガールフ、リハユウサクです。花城カレンです。私たちはギノガルフという番組を仲良くやっています。毎週火曜夜9時生放送です。私たちはこの番宣の方向性がよくわかりません。いくぞワンツーチャン。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないないこんな。だから美味しい。ニャヒラ乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。じゃあ前の締めてください。はい、はい、なんかね、なんかですね、なんかねじゃないですね、なんかこの空気も湿ったりしてすごくなんか湿気たりいろいろな菌がまき散ってると思うので皆さんそれを避けながら日々過ごしてください。こいつ何言ってる。技能ガールフ。金避けるのって難しいんだね。難しい ねあの頃も前のは笑ってたけど な、うん、ちゃんとこの未来を予測してというか先見の目があったかもしれないですね。あったかもしれないですね。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業の提供でお送りしました。さあということで、まあ今日心来てくれたんですけど、うん、ちょっと全然まだ話足りないそうですよね。何でこんな話何してたの俺たち。この1時間何してたのなあ、もっと心の話聞きたいね。ねえ、なんか今はじゃあちょっといろいろ活動をセーブしながらっていう感じだよね。はい、はい、でいろいろまた状況が整ったら皆さんの前でっていう日もね、はい、いずれやってくるでしょうから、その時をぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますけれども、ギノガルフ初めて出てみてどうでしたか。あ、
やっぱりちょっと、うん、結構出る前は緊張してたんですけど、うん、神田さんも伊波さんも出る前にすごいなんかおしゃべりとかしてくれて、うん、だから結構リラックスした状態で出れて楽しかったなっていう、まただからぜひ来たいです。ああもうね、いつでも大丈夫ですよ。もう心ちゃんのね、入浴剤的な立場で、はい、迎えていきますので、ちょっと何言ってるかわからないですけれどもあの心は本当に、まあね、今の状況だとそのラジオに出るっていうことはやっぱいいことだと思うので、はいはい、またこの辺は調整してぜひ番組に遊びに来てくださいね。はい、はい、いやということで、うん、はい、やってきましたけど、なんかちょっと今までの OBP のメンバーと雰囲気が違いますよね。うん、なんか元気なパターンか、はいはい、天然のなんていうの、はいはいはい、ちょっとどうしようかなってパターンかなんですけど、はいはい、またそれとは違う、そうですね、本当に個性が、心の個性が、うん、またあの実際にさ、やっぱその SNS の文字とかもそうなんだけど、喋るとさ、人となりが出るから、はい、それも聞いてる人きっと楽しいと思うんで、うん、はい、はい、じゃあちょっと時間も迫ってきたんですけど、今日じゃあ聞いてくれたそのリスナーの皆様に一言心からメッセージをお願いします。はい、はい、聞いてくれてありがとうございました。楽しい時間一緒に過ごせてとっても嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。はい、ということで、はい、もう我々はギノガルファ心いつでも、もういつでも、はい、大歓迎してますんで、はい、また遊びに来てね。はい、はい、というところでお時間となりました。さあ、ギノガルフ、お相手は神田邦弘と伊波優作と OBP の心でした。はい、ということでまた来週は彼戻ってきますんでね、そちらもお楽しみというところとお時間です。はい、それでは皆さん、また来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら。さよなら。おまけ放送か、あ、今日おまけ放送なしです、ごめんなさい。はい、じゃあまた来週。自転車しか乗ってないよな、俺は。自転車乗れないんですよ。なんで？あ、そうなの？なんか昔から怖いってイメージがあって。あ、そう？いや、乗ったこと、チャレンジしたことある。何回かあって、一、うん、回サンタさんの自転車をもらったんですけど、うん、補助輪が結局外せるので。そっか。そうだ、例えば次、こっち歩いたら。あ、分かる分かる。大丈夫、大丈夫。はい、ということでじゃあ、はい。もう、いや、本当に良かった。